あれ宮村じゃん。や、堀さん、俺生理らしいんだ。補体テスト100点のやつが一体何事。なんかもう腹も痛いような気がしてきたし。子宮もないのに何言ってんのよ。あるもん。あんのかよ、人体の神秘よそれ。まさか風呂を拒否るための理由がそれとか。ウケるわ。今日風呂どうすんのよ。入りそびれた人用の時間に行こうかなって。あ、じゃあうちらの部屋のシャワー使う。ユキ友達んところ行ったからまだ戻ってこないし。まずくない女子の部屋の使うとか。あ、嫌なら別にいいんだけど。助かった。もう少し入ってればいいのに。カラスじゃないんだから。いや、とてもじゃないけど、そんなゆっくり入ってらんねす。はい、タオル。ありがとう。吉川さんは？まだだよ。そう。心配しすぎ。大丈夫だって。そうだ、明日持っていくものとか今のうちにまとめておかないとね。宮村もちゃんとやっときなさいよ。バタバタすると忘れ物とかさ。堀さん。何？困ってる男子がいたら、みんなこうやって自分の部屋に入れちゃう？え？ダメだよ。入れないわよ。本当に？本当。俺は入れたのに？宮村は、なんかあれだから、なんか、何も大丈夫じゃん、だって。何が？え？何が？宮村はだって、何も しないでしょ？なんで？じゃあそろそろ部屋戻るね。貸してくれてありがとう。何今の。宮村は大丈夫じゃんって言ったら何がってあいつが言って、宮村は私に何もしないでしょって言ったら、今度はなんでって。なんで何かしていいって言ったらするわけ。なんで宮村以外を部屋に入れなきゃいけないのよ。おお、宮村どこか行ってたのか。宮村も浴衣着ね。ああ、うん、ちょっとね。タオル持ってきちゃった。